こちゃん。どうも、トカゲのテンです。ちょっとこれ聞こえるかな？ちょっと聞いて。なんかガサガサ言ってんのわかる？ママちょっとだけお昼寝してたらな、なんかうるさいなと思って起きてんて。この犯人は、やっぱりリクちゃんでした。暴れん坊やからって。これ小松菜がえらいことなってるし、もうパパ掃除してくれたとこちゃん。